懐かしい、帰ってきた帰ってきた囚人キャラが。なんか破かれちゃってどうしたの、何があったの。しかもこんなさ、都合よく胸の谷間のところだけわしっと布面積なくなることある？ドスケベモンスターにこれ攻撃されてますね。こんなところわざわざ攻撃するなんて意図的としか思えない。自分で破ってる説あるわざわざ？あるかもしんないな。おいおいおい、スケベすぎんだろスケベすぎんだろうと。こうなんかあんまり近くにできないけどさ、お腹の肉にすごくこだわりを感じる。これもコートの中だいぶ露出高めの感じ。個人的にこういうさ、なんだろう、コートとか着てちょっと水着っぽいのはフレンラガンの影響かな。すごい銃とか使っててほしいって思う、ヨーコみたいにねえ、お尻の割れ目がなぜか正面から見てるのに見えるというこのフェチズムを感じますねえ、ありがとうございますこちらね、あのみおちゃんにちょっと衣装を寄せたということで、このさ、ショーパンから水着の紐みたいなん出てんのめっちゃいいよね。わかるわ、めっちゃわかる。壁に刺さるよな。まあ、上着もよく見ると今僕が着てる初期のパーカーっぽい感じも感じつつ、かわいい、うん、かわいい、すごい、なんか探偵さんみたい。探偵の人とかがよく被ってるような帽子被ってて、これヘッドホンかな、ヘッドホンみたいなのもしてる。お腹の中にいっぱいベルトもありつつ、なんだろうこれ、おにぎり屋のキーホルダーみたいなんかぶら下がってる。かわいい、この僕めっちゃ頭良さそう。うん、かわいい。これは結構あれだね、今まではこうなんだろう、いろんな色が貴重だったけど黒が貴重っていう感じかな。かわいい、これも結構いろいろ細かく書き込まれてるので。でこれ疑問だったんだけどさ、股に鍵かかってないこれさ、おしっこ行くときとかどうすんの。かわいいと思ったけど今気づいた、なんか鍵かかってるあれだね、胸の下がさベルトで止まってんのもいいね。腰と同じベルトになってんのがよきよきですね。なかわいいね、これもあのさっき予想されてたちょっと探偵っぽさもある。いやこのさ、この乳をバーンって跳ねのけるベルト最高。もうこのベルトは乳を跳ねのけるためにあると言っても過言ではない、マジで。いやてかすごいなこれ、背景とかもよく見たら猫股おかゆ2023みたいなデザインも凝っていただいて愛をとても感じる。かわちいだねあーグラー、かわいい。もうグラのこと好きすぎて自分自身がグラになるということで欲望発散してますねグラ脱がされちゃってるかわいい、おにょーおにょーかゆ先輩、おにょー、かわいすぎ自分自身が推しになるということだったんだ。おれおはよう、よびよびコロさんでよくない、おがゆということで、すげえ、これなんか顔は僕なんだけどコロさんにも見えるし僕にも見えるしみたいな、なんかあ、フュージョンしてる、確かにフュージョンしたおかころ。でも顔の部分とかも全部僕だよ、耳とか髪と服だけだよってなると、なんかコロさん要素少なくない布でコロさん要素補っちゃってるじゃんかわいいね。ということで。